どうもおはようからこんばんは、殿でござる。太閤立志伝5、二階堂守義編、続きをやっていきましょう。さて、前回、うまく、こうやって、当主になれた、この二階堂守義。ちょっと、次にね、攻める場所は、立志伝2あたりとね、ほぼほぼ被ってしまうんだが、ちょっとね、機内をお掃除しようと思います。で、まずは、ここ、二条城を取らないといけない。今川とか武田とかもね、戦ってみると面白いかもしれないが、勢力図が広すぎるのと、こう、どっちかを攻めると、どっちかが援軍に来る、みたいな感じになるんで、ちょっとね、攻めるのは非常にめんどくさいと思うので、ちょっと機内の方をお掃除しながら、中国地方がなかなか、面白い勢力図になっておりまして、厳島起きていないんで、この佐藤金山城で、毛利元就がいるのと、あとは大内さんが亡くなったら、立志伝5をやっている方なら、いつも通りのことだが、キーさんが、継いでいるんですよね。で、アマゴの方も、健在なので、ちょっと中国地方にちょっと進軍してみようかなって思います。現在も20は超えておりまして、通常であれば、もうそろそろクライマックス、多分機内お掃除したら終わりぐらいの尺なんだが、なかなか好評なようで、で、かつ、二階堂守義といえば、太閤立志伝5の、顔でございますからね。これで普通のグラフィックだったら、どっちかっていうと、奥さんの伊達さんの方が有名な気はするんだが、とりあえずは、二条城攻めるにあたって、情報収集も兼ねて、あの人のところに行こうと思います。それが、足利義輝。ご来訪歓迎いたします。刃を交えながら、二条城について語ろうではないか。では、一戦いたしましょうか。うむ。手加減はしないと構わないぞ。伊達や水郷でこんな顔しているわけではないのでな。10勝5敗か。一応3連勝中ではあるんだから。だが、よしてるよ。お前の射程に入ると非常に危ないからな。しょっぱな、切るような真似はやめてね。一応ね、私、上司ですからね。だとしたら、部下の君がどういう立ち回りをするかっていうのは、わかるとは思う。移動ね、接近してくる。素直だな。こっからですよね。射程に入ったら危ないからな。接近してくるか、それとも裏を読んでくるか。斬撃飛ばしてくるの、あれちょっと避けないといけないからな。何バカな一撃だと。私、上司だからね、そこら辺ちょっとこう、わきまえてほしいな。なんだか、体の具合が悪いの。体力残り1になってしまったよ。ちょっと、ミオちゃんに慰めてもらおう。ちょっと待って、木材合わせ、私で、今さっき君に敗れて体力1の状態なのに、木材合わせの極意教えないといけないの。ちょっとそれひどくないかな。お前の頼みとあらば断るわけにもいかんものな。大丈夫、今、首と胴体が離れてしまっているんですよ。これで断れば、存在自体を消されるかもしれないからな。吹き飛べ、森吉とか言って、ズワーってなるかもしれないから、ちょっと、体力残り1ですが、そこはちょっと、応じて、木材。じゃあ、あとは、これでいいかな。これで、満足か、よしてる。よし、うまくいったぞ。お前ってやつは。ミオちゃん、慰めておくれ。野兵衛のことは今はいいんだ。だな、ちょっと今、もう首が取れているからな。
いや、それはいいかな。文字通り食事が喉を通らないんだ。じゃあもう体力を回復しよう。もうボロボロだからな。一応薬も飲んでおくか。総人丹だいぶ良くなってもそれだからな。ふう、回復した。あとは地道に貯金も下ろして、まあなかなか切りのいい数字にはなっているが、まあこの城では軍資金が今208万貫あるからな。あとは軍馬鉄砲とかも揃えていかないとな。内政はもういいとしまして、じゃあ現在1563年、三好長慶さんはギリ生きているんで、やっぱりちょっとあの人が存命中の状態で、まあ二条五所を攻めた方がいいよな。せっかくこう戦えそうな気。おお、真田か。旗の木はもう終わりだが、武田どこまで行くんだろう。そうなる前にはある程度ね、三好家も駆逐しておかないといけないな。やっぱり信玄は上洛の夢をまあ諦めることはできないようで。じゃあお城に行きましょう。え、多忙。お、さよか。だな、かの有名な二階堂森吉ですよ。あの芝家を乗っ取った、いや実にスマートに引き継いで大名になったこの二階堂森吉です。ごめんね、いろいろお話してて。三好長慶、64年だからな、もうぼちぼちですよね。ただ長慶、あんまりじっくり、なんだかんだステータス見たことなかったな。霊峰が3で、軍学、騎馬、足軽が3。現在41歳。筑前の神なんだ。まあ、まずは茶席。あら、あまり喜んでもらえなかったようだ。やっぱり宣戦布告するつもり満々なんで、そこら辺察してくれているのかな。あまり親しくしない方がいいだろうみたいな。じゃあ宣戦。これでちょっと悪名が上がっているのかな。おお、残り1か。まあ今までの振る舞いからすれば悪名なんてね、半分ぐらい言ってもいいかもしれんが、まあでもなんだかんだ、まあ隠してきましたからね。いろいろ南蛮とかにも寄付していたんですけれどもね。まあ多分、私、この二階堂森吉の野心っていうのは多分隠れているんですよ。隠れていて、溢れ切った分がこの悪名1であって、南蛮の方に、まあ寄付していたのも隠れていた分の悪名が落ちてるみたいな、そういう解釈にしておこう。全然多分違うと思うんだがな。じゃあ清須に帰りましょう。中国攻めをするとなると後々拠点を移さないといけないですよね。さあ門番くん、どきたまえ。主の城に帰るのに裏口から入らねばならぬ理由があるのかね。また誰か来たな。あ、またまたか。また木材合わせか。これ断るやると仲悪くなるからな。怒らせたら多分切られるかもしれないからな。断るわけにはいかんな。いやー、スキルを極めているというのもなかなか辛いの。ちょっと今回微妙だな。こうやっていろいろね、ボタンを押してるとこの手のカーソルかな、これを加速させることもできるんですよね。ただ私は普通にやっていく。あとは横棒のみ。もう分かったですよね。もう来なくていいですよ。茶席ぐらいだったら応じてやるが。ただ、地防、魅力はいいとして、地防は高めで、それ以外が、凡庸で、よくここまでやっているなっていう気もするな。じゃあ、あと一日だけ休んで、で、表情の間。GSK 何を言っている。援軍を出すわけないだろう。あ
あ、官職上げることもできるのね。与力の方はもう派遣できなくて。あら、弥生さん、病なのかな。じゃあやっぱり継ぐならば義輝さんにはいいのをあげたい。そうかな、中勤に励んでくれるといいんだがな。ていうかもうこっちに来なければ私はいいんだが。あとはまあ私の片腕である岩正寺正慶こと GSK。 どうしようかな、上長男にしようかな。それはかわいそうだな。じゃあ武蔵の神、中世本当に誓ってくれるのかな。仲のいいようなそんなエピソードを私と正慶さんとの間では特にないからな。長島攻めて降伏して落としてね、味方に入れてから、まあ私とまあ勲功争いをして、私が城主になって引き抜いたみたいな、与力に推薦したみたいなね。宣戦告したんで赤になっている。いや、この前宣戦布告したばかりだが、皆に伝わってないのかな。だとしたらごめんね、攻めるから。面々はどうしようか。やっぱり二条城だから、まあ、ちょっとその辺ゆかりのありそうな人を加えていこうか。この二人に、かといって細川さんはな、細川さんは連れていかない、いけないな。じゃあ藤高先生、京極さんもね連れてはいけないな。勲功低いのも遠慮しておきたいしな。え、春本さん使える？全然使えないな、私よりも全然弱い。じゃああとは侍大将が今これだけいて、庭さんとかぼちぼち武将になれそうだな。庭長秀でも家老も増やしていきたいんだよな。上司にできる方っていうのがあまりいないんですよ。じゃあ浅井長政でいきましょう。ちょっと今回 GSK さんはお休み。援軍要請ね。まあ味方の上司もいるからな、後藤さんとか、あとは蒲生さんとか。蒲生さんね、上司に設定してあげたんですけれども、小谷城に物資を輸送するのを忘れていたんで、戦力としては心もとないから、じゃあそうだな、やっぱり関口かな。謝礼ね。じゃあ10,000貫。なんか関口が友達みたいになっているわ。全然そんなことないからね。大河ドラマの女調子直虎見ていると、関口さんってねえ。あんな感じだしな。援軍を承知してくれた、いいやつだ。なんかいろいろ動いているが、多分今川の援軍だろうな。だが二条城は取らせてもらいますよ。山城ぐらいはパパッと取ってはいきたいが、じゃあ今回は珍しく城攻めいきましょうか。これやっちゃうとね、録画時間相当長くなるから、基本的にはね、ショートカットで行きたいんだが、まあ見たいという声もありますしね、一戦ぐらいはやっていこう。で、これで OK かな。そもそも防御力がどれぐらいかっていうのを見てはいなかったな。戦闘続行。相手は備え大将だからな。あとは三好の援軍。で、特技で風林火山。なあ、頑張って森吉覚えたんだな。で、あとは何が使えるか。防御力高いかな、高そうな気はするんだがな。
そこそこか。で、こっちは弓系ね。甲状腺では4連射撃を行う。タリを選んでいても別に全員に4連射かけるっていう。築城の極意を教えてあげたからなんかこう使えてもいいと思うんだがな。ああ、あなたは剣士と奮闘ね。で、関口がやってきた。お、なかなかの兵力を揃えてきたな。1万ちょいだったはずなんだがな。で、こっちはそうだな、強襲。門に張り付いているのは一部隊。お、でも結構減った。こっちは弓系ですからね。じゃあ溜まるまでは強襲にしよう。もできて力攻めか、細川先生。攻撃力上げてて強襲するとそっちの効果も上がるのかな。関口隊は援護射撃か。痛くも痒くもないわ。ただ三好長吉さん、あの援軍とか送ってこないのかな。定款しているだけならば芥川城も落とさせてもらいますよ。まあでも援軍は使えないから一旦帰った方がいいよな。まだ火攻めは使える。でもうちょいで突破だからあとは強襲。お、松永久秀軍団が間近まで迫ってまいりました。二条御所の兵力が多ければ相手は打って出てくるかな。そこを柵を設置してうまくねかわして落としていきたいんだがな。総大将を倒していきたいんだが、まっちゃんが相手か。長吉自身ではない。あら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 、相手は引いていく。ならば戦うしかあるまい。まあそこそこだな。ただ兵力は高い。内大将の部隊が引いたことで、まあ、松永の援軍自体は兵力は19000だが、引くような真似はしないだろう。攻めてくる。これで倒したところで多分芥川城とか兵力完走状態だからあんまり意味はないからな。さあ前進前進。一旦は山に布陣してちょっと防御力を上げておきたい。大将は動かない。あとは、うん、まあ別にこっちが引いて関口隊に任せてもいいんだがな。まあいいや、とりあえずもう一回風林火山。で、相手をちょっと引き入れながら、まあ、弓の得意な吉輝先生で攻撃してもらう。奮闘ね。攻撃力をどんどん上げてくる。太閤立志伝2の方では、まあ、三好家と戦ってもあんまり歯応えなかったからな。じゃあもう仕掛けさせてもらいましょう。
で、こっちの大将もね、動くのも危ないが、一応伏兵とか回復は使えるんだ。ただ私自身もあまり狙われたくはないからな。ちょっと引きながら火や。お、援護射撃。で、関口の部隊もちょいちょい攻撃を仕掛けるが、まあ関口本人はまあ端っこでいるからな。それは関口隊家臣増えた？あ、やっぱりいないんだ、かわいそうに。ある程度減らしたらまっちゃんとか来るでしょ。あとは光秀たちが頑張ってくれる。サミダレスならばここら辺打ったらだいぶ減らせれるでしょう。よしよし、千人すごいな。敵が固まってくれたら乱射でもいいんだが、サミダリ撃ち。これでそこそこ減らしてはいるが、まだまっちゃんは来ないかな。剣士を使った。もったいないぞ、まっちゃん。暗殺とかそういうのをやめてね。森吉さん自体そんなに戦闘力高くないから。荒木ぐらいはそろそろいけそうだが、ヒアでいけるかな。よし。ああ、戦力差2倍あるんだが、まだ負けと決まったわけではないと。まあ、三好長慶がいる頃はまっちゃんも忠誠高いからな。このね、エロ本が大好きなおじさんね。そういえば三好家の本拠地って阿波って言われていますが、三好長慶自身は、まあ、元服するまでは阿波にいたんですけれども、元服してからは一回も阿波に帰ってきてくれていないんですよね。阿波出身の私からすればちょっと寂しい話だ。おお、接近戦で援護をしたか。じゃあもう連携使いますか。お、これでも耐えたか。やるな。弓の援護射撃も、うん、あんまり大したことはないかな。これでまっちゃんどうするんだろう。そろそろ動いてくるか、それとも撤退するか。いいね、三好ぐらいだったら野戦していても気が楽だな。忍びとかなら結構めんどくさかったが。お、引いていく引いていく。まっちゃんの部隊と一戦も交えることなく、こうやって相手は撤退していくか、寂しいものだ。あの人、剣士使っただけだからな。安永は敗走まではいけんか。微妙に届いてはいる。あと一撃食らわすことができればいいが。くー、さすがに届かんか。なんかまとめて待機とかターンエンドとかないのかな。じゃ、三好の援軍をボコったところで城攻め再開。さすがに簡易戦闘で行くわ。大手門はもう潰してあるんで、あとは二の丸と本丸かな。
お、二条城から和議の使者。お、幸福ね、いいですよ。ていうか、ヨステル連れているならば、なんかこう、絡めてから攻めるみたいな、そんな秘密の通路みたいなの、ないのかな。お、ついに二条城を落とした。お、上洛が叶います。結構ね、しょっちゅう上洛しているけれどもね。うむ。あ、それだけなんだ。もう帰ろう。一応おめでとうは言ってくれるからな。おお、ようやく上洛の夢が叶いまするな。だな、皆のおかげだな。ああ、言ってくれるね。そうそう、人徳の賜物でございます。お前はな。お、二階堂家の威勢を示したい。お、念願であった上洛を果たした。まだ1563年。お、軍馬の数2000頭ぐらいしかないんだがな。はい、じゃあ帰ってきましたよ。一応上洛はしま、悪名が2。まあでも名声が結構上がりましたね。まあ悪名については、まあ宣戦国とかね、あの三好攻めた関係でそうなってはいるんだが。おや、誰か来たな。今度は、軍学ね。君は相変わらずだね。いいですよ、手本を見せましょう。あ、でも結構難しいんだよな。今回はどうしようか。このままでやってみようか。ならば手本を見せてやる。あ、でも3が結構遠いかな。まあ消せるやつから消していこう。赤の位置とかも結構、あ、この辺ね。じゃあ2で行くか。2で行ってこの位置を消して、で、この3も消したいが、この3が邪魔。こうやって、で、ここの1を消して、でもここの3、え、緑の3が消せなくて、じゃあこっちをちょっと崩してみるか。で、こうなって、こっちが消せる。あー、2がずれてしまったな。まだ消せるもので言ったら、ここの1か。で、こうなって、で、この4も消せる。消すことで、この3が並ぶから、こうやって、もう一つ、うん。ごめんね、久々だからね。あ、くそ、言ってくれるではないか。これで、ちょっと仲悪くなったとか、闇討ちされるとかないよね。あ、よかった、シミストは3ある。一応、これでも上洛果たして凱旋した私ですからね。この二階堂家の権威を示していかなければならない。これでタラちゃんとか従属してくれると助かるんだがな。おやおや、武田まだ落とせれていないのか。そうだな、じゃあ録画時間も来ているし、今回はここまでにして、じゃあ次はいよいよ三好の本拠地を落としていきましょうか。芥川城を攻めるならば、昇龍寺か、この丹波亀山あたりを攻めた方がいいかもしれないな。だからその次に本拠地を落とす、みたいな感じでいきましょうか。では、これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。では、さらばだ。